混ぜて、ピーマンのところに蓋を入れる。このピーマンのところに。だからもうこうみんな作業してる。細かくする。粉にする。うん、だからこの修復の方法ですね、現代昔の近いね、いや、あのやり方というそうじゃないとコンクリートがね、ダメ。でフランスの頃がコンクリートね、これコンクリートの、そうそう、真ん中に下は全部コンクリートを埋め込んでしまいます、ね、だからここをどうやって、模様も一緒にしない関係ね。これは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 こういうしけてるやつは、ね、こういうのは金でできたものだから、で真ん中の宝石がね、真ん中宝石、これも真ん中も宝石なんですよ。こういうものが、小物があるから、ね、発見して、あの箱使うのやりながら、ね、こういうのは全部金で飾ってやる。だからこの石像、一つ一つの石像の中には、あの奉納した人がこの作ったものをこの像に奉納してやる。お参り行って、かけてやるんですね。着用できるっていう。これで、ね、いいです。この冠に帽子も、あの金で着た帽子みたいな、そういうのがある。これ当時は、あのお祈りしてるっていうものであこれまた違う。冒頭とこれで違う姿が。この正月は、これはちょっと小さい。皆さんはこの彫刻見ますとどんな模様が見える、このこれはどんな模様見える、これだけでもいいよ、これだけで見えてどんな模様見える、何の姿、何の姿見える、ハスの花、まあ、パッと見るとハスの花ね、違うわね、なんか違うの、あのほら顔よくあるじゃない、おお、さすが。顔、どんな顔？何の顔？この顔なんです。これね、これ目なんですよね。鼻で口なんですよ。で、この顔なんですね。イメージしてこの模様をチョークしていきます。これライオンの顔です。あ、じゃあれし、ライオンなわけみたい。ライオンっていうのがこれはしばしの あの門番であるとね、カーラーと呼ばれますけど、すべて口は一つでみんなとこう、そうそうそう、口は一つで、ね、デザインしてる、ね、すごいでしょ、美術は、あいうふうなら刺繍せやで、これもね、これあのレンガの中に持ってて、これ低いか外からまた、くっつけてね、うん、作ったんだけど、これも少し残ってきれいな、この字だけあの ちゃんとあの低いがね残って、うん、向こうも掘ってないでしょ、全部掘ってない、向こうはね、見て模様はこの顔、ね、この顔ですよ。でカンボジア鬼あのなんか歌舞伎っていうか、あの日本で言うとね、カンボジア結構この顔が捨てるんですよ、鬼の顔を。
下は芝人が踊ってるダンスを、うん、何壊してるのが下の方が物語があるよね、悪いことした鬼、あの鬼があの壊してる物語があるね、うん。